最終話、金太郎勝つ。男として、親として、愛する娘ミミを守った金太郎であったが、その直後、鹿児島支社への左遷が決定する。そこでの金太郎の任務は、大和元会長に次ぐ株の持ち主である鹿児島の浪士こと大和文左衛門から以後への株の委任状を受け取ることであった。しかしスランプ中の金太郎は仕事に身が入らずにいた。毎日牧場へ通う姿と、浪士の息子で事故死してしまった高一に金太郎が似ていることもあって、次第に浪士に気に入られていくのだった。しかし当の金太郎は未だスランプから抜けられずにいた。なんとなくこれから先サラリーマンとしての道が見えねえんだ。がむしゃらだけじゃ超えていけない壁だよ。よっしゃ。そしてなんと、ふと立ち寄った小料理屋のママ石住貴子と深い仲になってしまう。貴子との関係を知られた金太郎は浪士に嫌われてしまうのであった。それもそのはず、なんと貴子は亡くなった浪士の息子高一の未亡人なのだった。高一が亡くなったのは貴子のせいだと思い込んでいる浪士が、金太郎を毛嫌いするのも無理のないことだった。それに加えて金太郎が浪士の飼っていた出産間近の牛を不注意で殺してしまい、浪士の怒りは頂点に達する。そしてとうとう金太郎は首を言い渡されてしまう。諦められない金太郎は会社としてでなく一個人として牧場へ通うことを決意する。誠心誠意を尽くし牧場通いをする金太郎。しかし一度閉じてしまった浪士の心の扉は決して開こうとはしなかった。それでも通い続ける金太郎に浪士は、殺してこい、その鉄砲で花子を殺した野犬を一匹残らず皆殺しにしてこいと言い放つ。そしてその夜、金太郎は一人で野犬狩りに出かけるのであった。
二度とここへ入るな。次に見たら殺すぞ。この一件で金太郎の人間性を理解した老師は、金太郎宛ての株の委任状を大和建設鹿児島支社へ送ってきたのであった。委任状を受け取った金太郎は本社からの辞令を受け、再び大和本社へと復帰する。帰ってきた金太郎から以後は株の委任状を受け、大和の会長に就任。金太郎も営業課長補佐へと昇進した。それから数日後、なんと美鈴に不倫を気づかれ、さようなら金太郎、もう帰らない。そして美鈴は家を出て行ってしまった。子供を背負いながら通勤する金太郎は、社名で民事党山金派の代議士朝倉秀夫の事務所に行くこととなった。候補への妨害工作を命じられる金太郎であったが、その汚いやり方に我慢できず、独自のやり方で選挙運動に挑む。一方、家を出た美鈴は鹿児島へ赴き、金太郎の不倫相手に会い、自分の家に家政婦として行くように促す。矢島家に赴いた孝子は、そこで金太郎の家庭を見て、自らが身を引くことを決断。そして孝子の出発と入れ替えに、最愛の妻美鈴が帰ってきたのであった。すいませんでした。奥さん、勘弁してください。誰よりも金太郎を愛してやまない美鈴。その美鈴の深い愛情は、一度の浮気で揺らぐようなものではなかった。おう、今回だけは勘弁したら。幸せな家庭を取り戻した金太郎は、仕事でも自分を偽り続けていた朝倉秀夫を一喝し、見事に変貌させる。
自分に才能がないことを自覚しながらも代議士という肩書きにしがみつくしかない朝倉は苛立ちを隠せずに誰彼構わずに当たり散らしていた。そして挙句の果てには自分の妻に対立候補の議員と寝ろとまで言い出す始末。呆れ果てた金太郎はその場から立ち去ろうとするのであった。なんだ貴様、勝手にどこに行くんだ。バカバカしくって付き合ってらんねえや。あーバイオ、ふざけるな。てめえの目がムカつくんだよ。俺をバカにし腐ってるその目がな。うざった。このデコスケがバカにされたことのねえ人間なんかこの世の中にはいねえんだ。バカにされていいんだ、コケにされていいじゃねえか。それを正直にてめえが承知すりゃあんたがバカにされてるところが逆に武器になんだろうが。よっしゃ。これで目覚めた朝倉は自分の本当の姿で選挙戦を戦うことを決意する。大接戦の末惜敗してしまう朝倉であったが、正直な自分をさらけ出すことの大切さを金太郎から教えられ、さらなる成長を期してアメリカへと旅立つのであった。しかし当の金太郎は悩んでいた。ただただ悩んでいた。それは今までのスランプとは違う内から出る悩みであった。そして金太郎は悩みに悩んだ挙句ある決断をするのであった。